あのね、3日間本会議場で座ってたんですけど、気持ち悪くてこれ触れないんですよ。本当にダメなんですよね。隣に片彦さんとある元滋賀の知事が触ってたらやっぱり注意されてました。スマホは持ち込み禁止です。持ち込みすらダメです本会議場で。まだダメ。いやもうね、仕事でもうこの日白くとかアホみたいな味が飛んでくるし、テレビ見てたら皆さんマイクの音しか聞こえないから、安倍総理とか大臣ね、小泉進次郎さんが喋ってる声しか聞こえないんですけど、議席座ってると前からの声よりも後ろからのヤジがうるさいんですよ。こうしないと何してるかわからない、部分的には。だからもう学級崩壊してるような。いや本当もう、いやいや、なんか想像できます。想像できるでしょ。もう想像できます。こんなとこにいたらね、アホになる。あれでもよくやってますよね、みんなね。もうね、ほんとこの人たちパフォーマンスやなと思って、うん、もうだからエンジン飛ばすことがなんか仕事だと思ってるわけですよね。まあそうですよね。だからもう規則212条違反でしょ。議長の許可なく発言していけませんって書いてるわけです。ああ、それはいいんですか。いやダメですよ。だから訴えたろうと思って、お前の不規則発言によって俺の聞く権利が奪われたから損害賠償させて今日いるって訴えたろうと思って。